本当だ。え、タムが活動自体だってみんな。君じゃなくて、ちょっと待って、おい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 。なんで？めっちゃびっくりなんだけど、え、どうしよう、ちょ、どうしたらいい？え、本当に？スタジオキキなんだが、え、なーん、7月25日までだって。マジかよ、なんで受理するんだよそこちゃうわ、そこちゃうやろって感じ。え、マジか、え、めっちゃ、え、うん、マジか、2期生来ると思わんかったな、なんか。しかもタム、え、めっちゃびっくり、え、どうしよう、え、どうしたらいい、え、どうしよう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 、え、マジか、え、ど、え、ん、なんかね、2期生のね、田村夏希ちゃんっていうミニスタジオの子がね、活動や自体卒業するらしい。ちょっと実感が湧いてないな。え、どうしよう、え、とりあえずちょっと歌うわ。みんなもう一回スプラッシュ言ってくれるもう一回スプラッシュ言ってくれるって、うざいね、ごめんいや、マジか、ちょっと、うん、とりあえずショールーム完遂するわ。よし、みんな、みなさーん、 SFAZ、 まだまだ盛り上がっていくぞっていう空気でもないけど、マイハチは盛り上がっていきます。せーの、スプラッシュ、青い海の中。悲しい。しかもさ、なんかミニスタジオっていうかスタジオでさ、よく絡んでたからさ、より悲しいんだが、悲しいけどちょっと実感がなさすぎる。前ラジの日に卒業発表なんて、のんちゃん以来なのよのんちゃんがさ、ちょうど前ラジ中にさ卒業発表してて、いや、ちょっとやばい、悲しいからクロス歌うね。全然悲しいからクロス歌うねって全然悲しくなさそうなセリフ。マジか、めっちゃタムのさダンスとか超好きなんだけど、歌もうまいし。そう、クロス、その胸の愛